はい、こんにちは。クトゥオーさんから商品提供いただきましたウェアブルカメラ、水深30メーターまで防水スポーツカメラ、12メガピクセル、 1080p HD ですね。カムビデオカメラ、アクセサリーキット付き、自転車、オートバイ、ダイビング、水泳、スキーに対応しております。これからのマリンスポーツシーズンにはもってこいのウェアブルカメラですね。現在今日はですね、投稿日5月22日ですけど、現在アマゾンベストセラー1位になっております。現在、5月22日7時、夜の19時30分時点では売り切れております。在庫がありませんけどね、その後すぐまた入ってくると思います。クトゥオーさんから商品提供してもらいました、ウェアブルカメラ、D-009B ですね。早速開封していきたいと思います。箱はこんな感じで、簡易版ですね。はい、でこういうふうに2つありまして、箱を閉じます。はい、こういうふうになってますね。はい、裏のあれですね。これはね、 Wi-Fi はついてません。Wi-Fi はついておりません。12メガピクセルの 1080p HD ということになりますね。内容物これです。さっといきますね。でこちら、こういうのが入ってますね。はい、これはアクセサリーキットですね。まずで、これが、通常どれにも入っているようなのが入ってますね。はい、まずアクセサリーキットからお見せします。これですね。はい、こういうやつ。はい、こういうやつとこれですね。はいと、はい、こういうやつですね。はいで、これですね。はい、だいたいアクションカメラに入ってある同じアクセサリーが入ってます。これでね、僕いろんな各メーカーさんからね、3代目かなをもらうんですけどね、こういうふうにサンプル品をもらってるんですけど、各社同じアクセサリーキットが入ってます。多少違うとこありますね。メーカーさんによっては SD カードが入ってる代わりに、リチウムイオン電池が1個少なかったり、それぞれ、各社特徴があるといったとこですね。その中でもこのクトゥオーさんがこの今ベストセラー1位になってるのはね、この価格で簡易版って言いますかね、値段的にお安い、価格帯で買えると。性能はね、こちらは Wi-Fi はついておりませんが、はい、こういうカメラですね。全く一緒です。ほとんど。ただ Wi-Fi 機能があるかないかですね。このパターンは Wi-Fi がない機能ですね。Wi-Fi がなくてもね、12メガピクセルですね。で、1080p の HD で撮れますんでね。なんら、同じようなもんですね。Wi-Fi が必要でないという方には、ついてなくてもいいという方には、ほとんど同じ機能なんでね、いいんじゃないかなと思います。水深は30メーターまで、防水と。開け方も一緒です。ここを、毎回やっておりますけど、こうして前から開けると。前から開けます。前から開けます。はい、この開けるのを間違わないように、前の方から、レンズ側から開けると。で、こうですね。こちらはですね、後ろのモニターは、はい、ここに置きますね。後ろのモニターは2インチ、ここは2インチです。2インチがついておりますね。はい、こうで、はい、横ですね。毎回やってるように、SD カードのスロットがあって、充電用と HDMI の端子ですね。これをつなぐと大きいテレビでも見れると。HDMI の端子があります。コードは別売りになっております。はい、前ですね。レンズの部分。で、1080p とモード切り替えと電源ですね。電源のボタンとモード切り替え。これは黒をいただきました。ここが違うのは Wi-Fi がないということですね。このカメラは Wi-Fi がない分安い、お安く手に入れるといったところで、おそらく5000円を切った値段でこの手は買えると思います。今、Amazon では売り切れておりますが、はい、ベストセラー1位となっております。クトゥオーさんが提供しています、ウェアブルカメラ、
ですね、のご紹介を今しております。違った点は Wi-Fi がないと。Wi-Fi がありませんので、逆に、まあそれだけね、特化してるんで、逆にこのカメラからだけなんでね、余計なアプリとかインストールしなくていい分はめんどくさくないと思いますね。はい、ちょっと電源入れてみましょうか。前のボタンを押します。はい。はい、出ました。こんな感じで映ってます。簡単ですよね。Wi-Fi がない分。はい。はい。ズームも効きますね。はい。ここで各種、設定になりますね。日本語設定にも変えれると思います。送りはここですね。これで設定画面を送ります。こういう感じです。はい。サイズ。まあ、英文が好きな方は英文。まあ、日本語に変え、ISO ですね。ISO ですね。ISO 感度。はい、こういうふうになってますね。デリート。はい、これでね、日本語にね、設定できますので、はい。わかりますね。ここで、設定で動かすと。で、前でモードの切り替えと長押しで電源が切れるといった具合で、今こんな感じで結構ね、綺麗に映ってますよね。はい。で、これでシャッターを切ると。電源が入ってます。Wi-Fi がないというだけですよね。Wi-Fi が。はい。1080フル HD です。はい。あと、時間の設定と年の設定を今のところでやってもらうといったところで、動画と静止画が撮れます。これで長押しすると、前のボタンを押すと、はい。画面が消えます。こんな感じで、靴王さんから提供していただきました。ウィアブルカメラ、水深30メーターまで防水、スポーツカメラですね。はい、もうほとんどね、内容は一緒で Wi-Fi がついてないというところだけ、ここはご注意してもらいたいと思いますね。Wi-Fi がついてる分はもう少しお値段が高くなります。高くなります。で、ループレコーディングで、モーション検出などできます。で、多言語で、まあ、いろんな、言語で選べて、まあ、日本語に、設定すればいいところです。で、まあ、2.8GB から32GB までのマイクロ SD カードをサポートすると。ただ、これは、ご注意点は、Wi-Fi がついてませんので、お値段的には安いということで、レンズは170度広角レンズ。で、幅広く景色を映し出せるようになっております。防水はどれも一緒の30メーター防水。裏は2インチの液晶。はい。2インチの液晶がついております。フル HD で撮影することができます。フル HD の解像度は 720p で 60fps。で、まあ 720p の30フレームも選べるということですね。1080は30フレームまで。サポートしております。それで、画素数は、12メガピクセル。わかりやすく言うと1200万画素ということになっています。2インチ LCD スクリーンですね。ということで、仕様はそういうふうになっております。170度広角レンズですね。電源は 5V 1アンペア。電池容量 500ミリアンペア H ですね。はい。そういうふうになっております。なので、で、あとアクセサリー関係はね、ほとんどもう一緒ですので、はい。こちらはね、防水の裏蓋のカバーの、予備というのは、ついておりません。はい。メーカーさんによってはね、もう一個これがついてるところもありますけど、はい。なおかつね、このアクセサリーキットをまだ欲しいという方はね、全部 Amazon で売ってます。はい。各単体の部品がありますのでね、Amazon でを検索されるといいと思います。まあ、入門機としてね、もう Wi-Fi は必要ないという方には、ぜひ、この値段で、これが買えるという5000円を切った値段で、このウェアブルカメラが買えるということは、大変お得かと思います。ちょっと長くなりましたけど、クトーさんから商品提供いただきました、ウェアブルカメラ、現在ベストセラー1位で、売り切れておりますね。クトーさんのウェアブルカメラ、そういったわけで、商品提供は工藤さんでした。では、この辺で終わります。ではまた。